円、時給1400円おじさんです。ミスターなんか行かないでしょ。おはようございます。超絶楽ちんな現場へ向かいますよ。超絶楽ちんなね、人としての尊厳を奪われた現場へ。昨日も10時間いましたけどね、実働2時間働いてないんちゃうかな。ずーっと適当にペン持ってなんかもチェックしてるふりだけして、どうでもいいお仕事、どうでもいい仕事。おはようございます。今日もね、どうでもいいお仕事。はい、よっしゃ。じゃあ何か物を作り上げるわけでもなく、はい、いらっしゃいませ。チェックするだけの仕事ね、スキルアップしてますね。おやすみなさい。夜勤でしたか今日は。リリーさん夜勤なの？じゃあお仕事ですよ今日。ねえ姫様いらっしゃい。あなた初見じゃないでしょ。皆様のおかげをもちましてね、なんとかまだ120位のボーダーラインより上にいますよ。夜勤とかしたら配信できなくなるでしょ。昼も働いて夜も働いて、いつ配信するんですか。配信できなくなるでしょ。凱旋じゃないわ、ハーデスでもないです。よいしょ。この自販機いつも入ってないな。この自販機に入れんちゃんはいつもないんだけど。今日朝からね、おやすみなさい。いや、テジーさん分かってますよ。分かってますよ、テジーさん。忘れてないですね、姫様。忘れられとうかと思ってってことは、姫路明石方面の方ですか。姫路明石方面の方ですか。犬姫さん、犬姫様ってあれなの、なんかやっぱ配信者なんや。え、でも東京になってるな、地域。可愛いってしゃらないって書いてる。辰巳食堂どうなんだろう。あそこの食堂食べたこと、食べに入ったことない。たまにね、平日の昼間はね、もうどっからどう見てもヤクザっていう車が止まってますけどね。あ、やっぱ神戸か。やっぱ神戸ですよね。二人目の嫁が明石の子を読んでね、何々しとう何々しとうって言ってました。よいしょ。だいたい、セロが飲んでくれよかったね。お腹痛いんだけど、このお腹痛いのは下痢とかじゃなくてガスが溜まってる。だからうんこしとけばよかったんだけど、うんこする時間なくて、あれできちゃったんだけど、うんこする時間なかったんだけど、うんこしてくれよかったね。おならはいっぱいしてる。おならいっぱいしてる。まあどうせ今日もね、休憩だらけの現場でしょうから、どっかのタイミングでうんこしまくれば大丈夫かな。お腹痛い。今を鳴らすると耳が出そうだ。今を鳴らすると耳が出ちゃいそうな気がして。こんなね、出勤中にね、出勤中にね、うんこちゃん漏らしたとかじゃもうどうしようもない。出勤中の配信中にうんこちゃんもとか漏らしたらもう、ずっとネットタトゥーでどうせ一生君らに語り継がれるんだろう。
れましたね。やばいんだけど、マジで多活動方向なんて。バズりそうじゃない。漏らしてみた。別に漏らそうって話してるわけじゃないでしょ。ワッチの動画が12本ぐらい、配信で残っちゃってるので、それをね、嫁にアップロードするのをお願いしてきました。今日からって、今日はね、今日は YouTube 動画を嫁ちゃんにアップロードしてもらいます。題名は後で変えようかなと思って。この電車は野田阪神行きです、うん、発車までしばらくお待ちください。 This train is bound for 野田阪神。今日も簡単なお仕事です。あ、今日サッカー選挙じゃないの。おじちゃんがうんこちゃん漏らしたらね、このアンチ君たちがね、一生懸命このうんこおじさんうんこおじさんって言ってね、あちこち言いふらして、おりちゃんに恥ずかしめようとして、それで人気者になっちゃうんですよ。うんこちゃんを漏らす46歳ということで、ネット上で人気者になっちゃうってことですよ。ある意味そっちの方がね、 YouTuber 的には美味しいのかもしれないですね。 YouTuber 的にはね、というかもう首、デンマーで首をマッサージして揉み返しですごく首が痛いんですけど、匿名さん困るです。ありがとう、匿名さん。助かります。匿名さん、ありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。ちょっとね、順位がね、じりじり落ちてきてるので、この時期のね、コマはすごく助かります。まだなんとかね、120位以内にはいますけど、今日も、日雇い派遣なので、仕事中にね、どんどん抜かれると思うので、とりあえずね、6時までは少なくとも仕事で、その後、昨日いただいた青リンゴを飲みながら、路線通過を頑張りたいと思います。俺ちゃんにできることは、みんなからのアイテムに俺を言うこととコメントを読むことしか俺ちゃんにはできないから、もうね、あれですよ、イベントっていうか、皆さんに向かってます。俺ちゃん今日ボールで持ってきたかな。イベントとかね、運営が儲けるためだけにやってるものですから、お兄ちゃんには何ともしようがないです。
コマとね、いいねと、いろいろな、ひよこを投げてもらったアイテムとかね、応援お願いします。チャンスください。貧乏トヨタさんからサイコラです。サイコラです。ならないんだけど、サイコラです。助かります。20ポイントボーナスです。ありがとうございます。チャンスください。おいチャンスください。ダメですか。チャンスください。上位陣はこれもうほぼ確定でしょ。これねえ、さすがビンちゃんでしょ。チャンスください。おい、115位まで落ちてるんだからチャンスください。120位から130位の間になんかもう上がってきそうなメンバーが大量におるな。やばいな。全然いっぱいおりゃまだ下にも抜いてきそうなやつだ。やばいなこれ。目指してガンガンアイテム集めてきて、もう笑い止まらないんだよな。運営陣やりすぎでしょ。儲けすぎでしょ。ポイントが上に1100ポイント。ポイントさすがやな、180。名前をポイントに戻して50トンな。それで寝落ちしたっけ。パソコンから配信ボタンを何回も押して、ね、配信ができずに寝落ちしたっけ。違うわ、最後一箱開けたわ。なんか知らん間に繋がってて、何も喋らず寝ちゃったもん。最近ふわっちひどいっすよ、ね。むしろふわっちが寝落ちしてんちゃうのっていう。フワッチが寝落ちしてるんじゃないの。あ、クソサーバーでしょ。そう、フワッチの運営が応援してる配信者はね、良質サーバーを使ってね、オリちゃんみたいなね、運営ちゃんから目つけてるやつはね、クソサーバーに割り当てられて、配信ボタンを押しても配信始まらない、ね、配信中に勝手に切れる、延長したのに延長チケット使わずに延長チケット消化だけして落ちるね。そう、完全に差別だから、差別でしか成り立ってないからね、こっちなんて。こっち完全に差別だから、ほんとにすごいぞ、ひいきが完全にひいきですからね。そんなもん大手のためだけにあるサイトだったらね、もう大手5人ぐらいだけで一緒に続けて、で10人だけでやりゃいいじゃん。他の配信いらないでしょ。何も考えてないから、優遇じゃないでしょ。バンされてるでしょ。バンされてる人なんかに近寄ったらえらいことなんでしょ。ああ、そう、まあ、俺ちゃんもそれに近いけど、どんだけ低画質なんだよっていう。
けないですね。いやでもそうでもしないと多分、ね、ネット回線がおかしいから高速回転で繋がないといけないから、ね、ネット回線早くついたもん。今日は友達の島の姉ちゃんも今日は悪い。声かけた女の子登録してくれたんじゃない？昨日おうちの近所で登録した女の子をチャンネル登録してくれたんじゃない？マジで、あの川間の女子高生がチャンネル登録してくれたんじゃない？1152人なんだけどチャンネル登録ニコ生見るって言ったらニコ生見ないです、 YouTube はあってうーんって顔してたからね、日雇い派遣おじさんで検索してねって言ったら分かりましたニコってしてたよ。でさっき見たらチャンネル登録者数がなんと2人増えてるんだけど、チャンネル登録者2人増えてるんだけど、やばくないマジで、ね、こっちはもう完全に YouTuber だろう。ここで宣伝ってここってどここの枠でってこと、大卒なのにバツさんで、ね、それで日雇いやってくるね、そんなことしてるのに YouTuber ってそんなやついないでしょ、またそんなやつ世の中いないでしょ。乗り換えまーす。
ございます。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。皆さんぼちぼち起きましたか？今日もね、朝からねお仕事ですよ、これ。私がね、まだね、お布団の上でゴロ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 してね、あ、今日日曜日だからまだ起きなくていいんだよ、ゴロ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 ってやってるね、このお時間に、おじちゃんはもうお風呂も入ってね、服も着替え、出勤してますよ。君たちとは違うんですよ、君たち。何番出口だったか忘れたわ。何番出口だったか忘れたわ。ご利用ありがとうございます。で、発車間際の駆け込み乗車は、君たちみんな日曜日とか関係ないだろう。毎日ゴロゴロしてるだけだろ。無理なご乗車は控えてくださるようお願いします。君たちも外配信したいんだよ。外配信、外行けよ。外、外には楽しいことがいっぱい待ってるでしょ。マジで日曜日に仕事してる配信者とっちゃんだけ。マジでヤバくない？ヤバくない？ああ、いいな、毎日がちょっと羨ましいな。マジでしょ。こっちはね、曜日も関係なくお仕事してんだよ。あたしはね、あたしは体なんかして稼い、あたしは体なんかして稼いでんだよ。あたしはね、出てけどんどん、出てけどんどん、この与太郎が、与太郎が出てけどんどん、この与太郎が。あたしはね、息子の方はね、朝から配信するみたいです。息子の方はね、このお時間からもうすでに配信するみたいです。チェックしなかったの。人が欲しいからな。あのばあさんにね、君たちもね、毎日毎日怒ってほしいから、あの後見に行くんだよ。地下鉄だからね。地下鉄だから許してください。
とうございます。三木さん、ありがとうございます。まあ、三つありがとうございます。ああ、匿名さんからも、匿名さんからも、もう三つありがとうございます。匿名さん、匿名なんですか？匿名さん、ありがとうございます。匿名で投げとかないと、火薬に、なんであんなおっさんとこで投げるんだよって言われちゃう、ね、火薬に、なんでコマ投げてくれないんだよもうって言われるの。君たち過半数は火薬リスナーだろう。わーわー言うとりますが、わーわー言うとりますが、お時間です。さよなら。